イブームの時にゴールドっぽいのが流行った時期に違うみたいなね、はい、スカートの値段ですブルーはやっぱり所蔵だから基本はいや何もしないイタリアだけの品種を使ってちょっと珍しい、はい、ぜひコメントをファーストインプレッション今日は教育の講座です青柳がいいって言ったらいいんだろう、はい、普段仕事で両親死んじゃってるんで仕事でお貸しできないんでこういうのでお貸しできないとプロコンプロしようになんで、はいはい、いやお貸しってあなたが払うわけでもなんでもないでもねなんかそのすごく恐縮してるそれが高いからいいかなでもそれ本当に美味しいワインなんであのえ、どこだったのそこそこですでも、いや、でも今年1年、今年1年皆さん頑張ったんで経理部長が OK してる経理部長 OK 汗かいてる、汗かいてるお前のボーナス止めるからなないからもともとボーナスお前来年無給だよいやいや、はいなまあ、お前はやめといてで、映されましたよちょうどせっかくなんで、あの飲まれる方の人数で通常かなと思う。これもう俺どうね。ちょっとだけちょっとだけ。すごいちょっとだけ。君は飲めないんだ。ちょっとだけちょっとだけ。富永さんそれ本当にみんな飲むかな。私が行ったあのワイナリーなんですよ。少しであとこちらは普通の本当にいいワインなんで。取れる量で分けて。らしいよ。いいワインらしいよ。じゃあじゃんけんかな。いやさっきから絶賛してますからね。カベルネソーヴィニヨン。ちょっとずつ。3人で1人分でいいぐらいですよね。本当にちょっとずつ、ちっちゃめのお好きな方にたくさん。湯戸君はこの黄色いワインが美味しいよね。それダメだよ。やだもう。私本当カメラやん。湯戸さんの赤い絵の具。やだ。はい、カベルネソーヴィニヨン。もう一回言ってくれ。よく入れた。まあカベルネソーヴィニヨン。湯戸君はね、大五郎でいいんだよ。いや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 。じゃあこれは。これ？僕らじゃん。勇気もないくせに。人生の実感だけ。でも楽しいね。カベルネソーヴィニヨンいただきますよ。ワインも面白いね。本当に感謝ですよ。いいじゃん。え？本当。いや楽しいもん。こうやってね。本当。飲めない中野さんも今日は何とか飲んでください。あっさりとした下に中野さんはね、イタリアの送迎を本気がちょっと聞きました今の。醸造酒もう一回言ってもらって忘れたもん。乾杯乾杯。